はい、それではパンドラの塔をやっていきたいと思います。セレスちゃん、いつもありがとう。解読を頼む。これを解読すればいいのね。お願いします。雑談。母さんたち元気か。特になさそうですね。それでは新しい塔に行ってみたいと思います。行くぜ。龍眼の塔、龍眼って読むのかな。ここに行ってみよう。よし、龍眼の塔にやってまいりました。やっぱり鎖は3本だね。あっちは行けそうにない。若干風邪気味なのでちょっと喉が痛いんですけれども、もしかしたらね、ちょっと元気なさげかもしれないけど元気です。ちょっと喉が痛くて声が出ない、声が大きい声が出ないというか。よし、オッケー。で、わ、龍眼のとこっちも行ける。でも下も行けんだよね。あ、外に出てきたみたい。はー、あ、これ投げれるやつじゃない、やっぱり。で、あそこがすごい光ってて気になる。やっぱそうだ。え、くっつかない。遠すぎた。遠いのかな。くっつくと思うんだよね。もうこれ見よがしにくっつけてくださいと言わんばかりに光っておりますよ。遠かったのかな。くっつかないのかな。くっつきそうだけどね。あ、やっぱりくっついた。ここは？ここもくっつく。こっちに、あ、まずはここか。で、宝箱をゲットする。龍眼の塔採掘報告。龍眼の主の完成以降、塔壁面の鉱脈化が著しく進み、表面に未知の鉱石が発生しています。その一つが白色鉱石です。この小型の鉱石には負担をかけるとたやすく崩壊する構造的弱点があります。しかし利点もあります。一度採掘しても短時間のうちに新たな白色鉱石が再形成されるため、大量採掘が可能なのです。耐久性の問題は豪華の塔での精錬、精金の塔での加工で補えそうです。この工程が確立できれば我が軍の軍備は当てないと同等かそれ以上にまで改善されるでしょう。という紙片を手に入れました。ちょっとね、なんか喉が若干腫れてる感じがあるので、ちょっとだけね、喋りにくかったりするんですよね。困ったな。まあ、全然元気なんですが、これジャンプで乗れたり、ジャンプがね、なんか苦手みたい。これ下落ちちゃったらダメだよね。いいのかな。こっちはダメか。降りていいのか。あー、なるほどね。これで上に行けるようになったと。待って、これさ、あの前の塔あったじゃないですか。前の塔はこの鉱石をね持ってったんですよ確か。もしかしたらそのパターンあるんじゃないかってちょっとふと思ったんですけど、ないかな。なきゃないでいいんだけど、もしあるとしたら持ってっといた方がいいよね、念のため。あ、で、一定時間経つと消えちゃうんだね。ないかな？ないね。なかったー。え、本当にないの？うっそ。持ってっちゃうよ、でも。わかんないじゃん。本当はあるかもしれないじゃん。ないね。ないのね。なんだこれ。うわ、気持ち悪い。待って。ちょっと待って。気持ち悪いから待って。嘘でしょ？嘘でしょ？ちょっと待って。
ダンゴムシダンゴムシ、うわ跳ね返されちゃう。攻撃効かない。何、どうしといてたのこれ。あ、攻撃は普通の攻撃は効くけど鎖は効かない。わあ、なんちゅう厄介なやつなんだ。やめても。お、鳥さん鳥さん鳥さんはあっちに行ってくれ。わあ、こんな敵も、あ待って、鳥よいしょ、鳥、あ待っているの、なんで知らなかった、ちょっとなんでいんの、どんだけ出てくんの、ちょっと待ってよ。オッケーオッケー。わあ、まさかのダンゴムシ。えいや、え、ちょっと待って、あ、無限巻き的なあれだ多分。だってなんか下から出てきたよね。やめてください、下から出てくるの。なんか向こう上に行けそうだったけど、ちょっとあれ、あ、こっちかな、あー、ここに刺せるね。あ、これか、あ、違った。あ、上にある、上にあるけど取れないね。でも取る必要もないのかな。なんだ、はっ、うわうわうわ、待って、ちょっと待って、2匹いる。1匹だけだったら全然余裕なんだけど、2匹はね結構きついんですよね。あら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 、強そうじゃないの。あ、あれ1匹、あ、なんだ、1匹だったら余裕ですよ、1匹ならば。あ、なんかさ、角とかさ、なんかできんのかな、引きちぎって取れないか。鎖をマックスまでやってと思うんですけど、多分この間にね攻撃をされるとマジで困る。 OK、 これで鎖がついてる時間が長いんですね。これを全然やってこなかった。うわ待って、長いわけじゃないのか。わ、結構強い。ちょっとだけ 長くなるんですか。ゲージ全部は、あの、う、お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 、強い、強いね、やっぱ。え、なに、お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 、倒せた、よいしょ、よし、滴る獣肉、よかった。あれ、応急薬ってこんだけしか持ってなかったっけ、マジか。もうちょっと持ってきてるつもりでいたんですけど、持ってきてなかったね。あ、ここにあるから外に持ってく感じかな、ぽいね。よし、持ってこう。え、うっそ、ちょっと待って、それ聞いてない、それは聞いてない、また待って、聞いてないって、だから、待って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 、鬼がい、鬼がい、鬼がいじゃないよ、お願い。鬼がいじゃない、なんかね、わかんないけどおにぎりが思い浮かんじゃったんですよね。なんでだろう。よくわかんない。もうとんでもないやつだな、壁を壊すなんて。さあもう一回これ持ってこう。よーし、でさでさ、ここですよ。あ、引っかかってる気がする。引っかかってない、なかなかに鉱石なもんで重たいですな。ここだ、えんや、オッケーで、早めに登らないと消えちゃうからね。お、そろそろ鎖の部屋、あ、第二次研究報告、龍眼の主について、
優れた防御、外部から衝撃を受けた時、足と尾の表面に特異な結晶を生成。防御反応の一つだと思われます。またその巨体ゆえに主にとって重要な主肉が傷つけられる心配もありません。巨体に見合わぬ俊敏さ、それぞれの足の上部に運動を補助すると思われる器官が確認されています。この器官の存在によって巨大な体を持ちながらも俊敏な動きが可能なようです。以上のことから龍眼の主は身体面が優れていると判断できます。来月に予定している戦闘調査ではきっといい報告ができるでしょう。うわー、俊敏なんだ、厄介そうですな。なるほど。まあでも豪華の塔の、なんだこれ、あ、崩れちゃう、嘘でしょ。早く行かないとダメなんだ。イエーイ、オッケー。でも崩れても多分すぐ形成されるんでしょうね。豪華の塔の敵はちょっとね、本当に苦手だなって感じだったので、これよりはマシなんじゃないの？そろそろ一つくらいはと鎖の部屋に、あれ、なんかここにも刺せるな。いや、中じゃないかな。お？なんだここは。なうわー、これあれよ、エンドレス。何虫つんだっけ。待って、痛い、嘘、強い、危ない、ちょっと待って、あのね、嘘、ここ危ない、やめて、もう、わ、倒した方が良かったのかな。でも、これどこに行くんだろう。掴まれるとこあるのかな。ちょっと待って、上かな、あ、わかった、上だ、ここ、あぶねー、なんだ、もう、おい、やだ、お願い、本当にそれ無理だわ、ダンゴムシマジで無理だわ。テンパりすぎてダンゴムシの名前は忘れたしね。あ、ここは夜だと、あれなんだ、回復ができるんだね。じゃあ探索は夜来た方がいいのかも。鎖の部屋は、なんだ、上に、あれ、これアルジ部屋行っちゃうんじゃないの、もしかして。アルジ部屋に行くっぽい気がするよ。あれ、ここは届くよね。うわ、アルジ部屋行くっぽーい。ちょっとでも行ってみよう。もしかしたらショートカットができるかもしれないから、もしショートカットできるんだったら、ん？待って、こっち正解じゃないのかな。あ、いけないね、嘘でしょ。どうすんのこれ。いやー、そうきたか。お、なるほど、いい素材が手に入ったね。でもよかった、こういってこういって、あ、やっぱりアルジ部屋っぽい、上は。あ、やっぱそうか。一つも鎖壊してないのについちゃった。なんかでもショートカットできそうなとこなかったな。これで降りてみようか、一回。
これで降りれんのかな。あっち行けー。あれ、降りれるわけじゃないんだ。謎だ。なんだここ。ああここね。なるほどね。おおほほほほ、なるほどな。これでショートカットできるんだ多分。そういうことでしょ。こっちから来たんだよね。これに乗って、あれ、これさらに下はいけないのかな。これ上行っちゃうか。ああなるほど、こっからもう上にピーっていけるんだ。そりゃいいっすな。これで主部屋にも行きやすくなりました。おー、またお前らかー。ああ嘘、ない、降りる、危ない。うーん、困ったな。え、びっくりした。あ、落ちちゃった。マジか。ショートカットしてないよね。ないもんね。開かない。あー、ここの扉を内側から開けないといけないんだ。そして開けたらあっちが近道になるわけだ。わーお、こっち行けないね。そうだな、一つぐらいは、せめて一つぐらい。あ、でこっち行ったんだよね。下行ったから今度上行ってみようかな。あ、行けないんかい。なんだなんだ。でもなんか鎖の部屋にすごく近づいたんだけど遠ざかっちゃったね。で、まれびと編が3つぐらい多分あると思うので、まあ最悪使って帰ってもいいかな。あ、でもそっか、このやつは解いたから、これで普通に上に行っていいんだ。あー、向こうもあれだな、下を壊さないとダメだ。で、こっちの上が行ってないんだっけ。いやー、でもあっち主部屋じゃない、鎖の部屋がありそうな感じはするんだよね。で、あっちも行けそうなんだよね。うん、いや、ここまた難しいな。うわー、いっぱいいるよ。で、ここに登ったところで、あ、そっか、上に行くのか。こっちはいけないよね。あ、いけんじゃん。なんだ、いけたんだね。見逃してたよ。あれ、あれでもいけない。あれ？どこ？復活した。いや、行けるとこないよね。どこだ？いや、そろそろ帰んないとまずいから、一回帰るか。じゃあ、今回はここで終わりたいと思います。ちょっと中途半端になってしまったんですけど、時間もなくなっちゃったので、まれびと編で帰りたいと思います。お肉はちゃんと用意してあるので。あ、まれびと編使わずして下につけましたね落ちちゃった。お、無事無事、よかった。怪我してない？
怪我した。解毒終わったよ。ありがとう。ありがとう。部屋に戻りましょう。なんだろうこの反応。なんか一口も大きくなった気がするね。はい、美味しそうに召し上がっていただけたので、今回はこの辺にしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。皆様、ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録をよろしくお願いいたします。パソコンの方はこちらのアイコンをクリック。スマホ、携帯の方は画面下のボタンをクリックしてチャンネル登録をお願いいたします。